皆さんおはようございます。おはようございます。斉良平です。店長です。はい、今日は10月の3日月曜日ですね。はい、はい、新しい月の新しい週がまたね始まっていきますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかっていうことで、一番最初に何ですか。あの1日2日1日の日か。はい、1日の日、違う、30日か、9月の30日に、はい、11月4日に桜庭先生と、あ、はいはい、コラボ公演が福岡でやる、福岡でやるっていうやつ、はい、実は当日完売しました。本当に申し訳ないです。すごいですね。24時間経ってない。すごいですね。そんなことあるんですか。いや、俺も思った。それなりのちゃんとしたね、広い会場なんで余裕持ってと思ってたんですけど、はい、まさかこんなに早く埋まるとは思ってなくて、もう30日、自分が聞いた話では夕方の時点でもう完売状態だったので、それ以降で多分で、主催者側さんの人たちがメールの受付かなんかね、ちょっと追いついてないので、多分取れたら返信が来るんかな、そんな感じと思うんですけども、とりあえずはもういっぱいになりました、完売です。だから後から入ってる人はキャンセル待ちはあるかもっていうことなんですけども、なかなか出ないかもなって思いますけども、ちょっと自分の見立てが甘かったですね。まさかこんなに早くなると思わなかったので、一応いっぱいになりましたってことですね。それでそんな感じになりましたけども、すごいね。すごいですね。桜庭先生が福岡来て喋るかね。そら皆さんね、1回は絶対に、1回とは言わず2回3回と、うん、桜庭先生の中毒にかかってほしいけどね。いや、でもの地元の公演久しぶり焼きじゃないですかね、サイさん自体の。自分も初めてだし、まあ、もちろんね、たくさんあちこち行ってて、ね、福岡のお客さんがいてからこその今の自分だと思ってるので、まあ、そのに対してのちょっと恩返しができたらなって思うことのきっかけで桜庭先生をお呼びしたんですが、はい、次はもっと広い会場を頑張ります。はい、そんな感じで、はい、で、また告知があります。はい、これは、11月はい、12、13で福井に行きます。福井、はい、なんですが、僕だけじゃなくて、僕と香取貴信さんと、そして、鈴木直樹さん、まあ一人一人説明していくと、僕はイケメンです。あ、違うか、イケメンです。反応が遅いよね。でそんなことないですよ。ベストセラー作家で、日本本当に僕は思うナンバーワンだと思ってる、香取貴信さんで、もう僕のね、目標としてやっていく香取貴信さんと、僕の本も、アドバイスでやってくれた、もう、なんだろう、鬼の編集長として恐れられてきたベストセラー作家を、数々のベストセラー作家を世に送り出してきた、鈴木直樹さん。はい。この3人のクロストーク、つまりコラボですね、を福井でやります。これしかも、一泊の合宿です。合宿なんですか？合宿。公演とかじゃないんですか？あ、公演もある。んですけど、もう。座談会もあり、みんなで交流会みたいなので、なので、人数が限られてます。今ちなみにちょっと今自分そのホームページを見てるんですけど。20人限定。20名様。20人限定です。なので、一緒に泊まって、一緒に騒いでやろうぜ。で、カニ料理がついてきます、これ。で、ホテルも確かついてくる。もう全部込み込みで、全部込み込みの値段でその料金なので、ご興味のある方、福井の方たち、ぜひともねと思いますけども、まあ福井に対してね、で、まあ、福井に対しての思い入れはちょっとここでもう一つ喋りますけども、はい、まず会いたい人には会いに行くっていうことで、その人の気に触れるっていうことで、僕はまだまだなんですけども、まあ、香取さんはもう10年以上講演家として活躍されて、ベストセラー作家として活躍されてる方で、直樹さんはそのベストセラー作家をもう後ろで支え続けてきたっていうその経験がある方で、はい、例えばいつか私は本を出したいとか講演家になりたいとか、なんかそういう夢がある人たちはもうね、今ここしかないと思う。もう普段も参加するなら今ここしかないと、ないと思うよ。だっていくらお金払ったってこの人たちとのんびり話す期間なんてないやん。そう、24時間以上一緒にいて、はい、いろんな話も楽しめるし、香取さんは枕投げしようぜとか言ったけど、いや、するか
そんな時間があるならみんなでいっぱい買わせようよっていう、まあ、主催者の粋な計らいですよね。なので、まあ、こんな場所で。で、福井はね、すっごい名物のめっちゃうまいカニがあるんよ。あ、そうなんですか。あると。で、この11月が解禁やけ、はい、まあ、それに合わせて旬のものを食べて運も上げようぜっていうことで、まあ、走りっていう本当にねめっちゃ美味しいカニがある。翡翠小太郎さんは毎年そのカニを食いに行っためだけに福井に来るっていう。そうなんですか。そうっていうぐらいの、まあ、そのちょっと、まあ、ワクワクイベントをね、はい、まあ、たまにこういうのもあって面白いなと思うし、まあ、いろんな話ができて、で今の自分をまた一つね変えていきたいと思った時の一つのきっかけとして、一人一人がじっくり話できるし、まあ、香取さんの話は散々もう今までやってきたので、まあもう置いときます。いや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 、怒られますよ。もう置いときます、置いとくじゃないですよ、もう飛ばしてますもん。いやもう本当に触れてみたら分かります、あの方のね、あの素晴らしい、どうやったらあんな人が誕生するんだろうって、この前ワッカンさんと喋りよったけど、はい、誕生するのこの先どれだけ科学が発展してもあんな人間作ることできんって言って解明できないですか。解明できない、本当にそんな愛のあふれた人です。で、直樹さんは、直樹さんいなかったら4冊目の本出してなかったと思う俺。あ、今回の、うん、今回のってか小読みの本、そう小読みの本も熱意と愛半端じゃないけど、中身は本当に童心、子供、あ、無邪気な子供で、この人なんか見た目はおじさんなんやけど、俺より純真な心を持ってるなって、本当にね、なんか、うん、なんていうの、俺に本を出させようと思って利害関係とか損得感情なしに簡単に人の心にふっと入ってくる、奥深くに、そう、なんか引き出されるというか、だから、まあ、数々のベストセラー作家を支えてきたこの経験と編集長さんとしてのそれっていうのは、才能とか努力っていうもの以上に生まれながらにして持ってきた好奇心なんだろうなっていうところで、すっごい魅力的な方です。なので、自分の夢を一つでも叶えていくために会いたい人に会いに行くっていうことの一つのきっかけとして、この方たちと、会う機会が福井でやってきますっていうことで、楽しみにしておいてください。20人限定ですけども、こんな機会そうそうないと思うので、ないですよね。だって今年1年間公演以外でこんな一泊の合宿イベントなんて1回だけじゃない、あとないと思うよ。ないないよ、ないよ、ない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 。だってもう一泊でみんなで語り合ってお酒も飲んでっていう感じで話し合うって、過去もそんなにないですよね。ないと思う、ない。何面さんの鬼合宿に行った時ぐらいじゃん。あの時ですか。ちなみに何面さんの鬼合宿11月1日から2月3、4かなで、またね、はい、受付を開始されてるようです。なので、本当に行ってよかったけど、2回目参加するかって言ったら二度と行きたくないっていう。ただあれは何面さんが怖いとか、そのプランが恐ろしい。プランはまあ、心えぐるよね。うちのスタッフからまた一人、はい、犠牲者が、あ、違う、参加者が、はい、参加者が出て。本人たっての希望なんで。たっての希望やけね。これだけ俺たち二人が喋ってるから、もう。内容は触れてないですけどね。そう、内容は全く触れちゃいけないから、はい、もう言おうとも思わんよね、はい、絶対に。そうですね。もう、行って、もう、そうですね、メンタルクラッシュなのか何なのか分かんないけど、とりあえず一回もう自分を真っ裸に行ってこいっていう感じで送りますけども、はい、まあそんな感じですね。で、まあ福井に対しての思い入れっていうところに関して、まあ僕は去年実は福井に行ってるんですよね。そうですね。行ってますね、はい。はい。実は去年福井に行ってて、まあ、かぼろまゆみ先生の講演とかもあったりとかして、で、香取さんと一緒に参加させていただいてっていう感じで、まあ、もう見る側で。はい。で、その時に、異様な集団を見たんよ、俺は。異様な集団。うん。あ、なんか。制服着て、はい。全員後ろ、オールバックでキュッて結んで、はい。この体勢で。聞いてる、あの、講演を聞いてる高校生の集団を。え？何十人いただろう。30人じゃ言わんと思う。だって制服やもん、みんな。こんな感じ、ほんとに。え、なんかどっかの、なんか。そう。で、え？って思って、普通の大人でもこうやって座っとったり、こうやってしとる人たちでもおる中で、ビシッ。まあ、ね、始まっていくしと思って、その講演がトータルね、休憩も一回挟んで3時間ぐらいあったんじゃないかな。はい。で、あったんやけど、俺ね、ずっと見よったん。チラッチラッて。ずっとこの体勢。あ、休憩、もうその、聞いてるときはですか？もうね、笑うときはちゃんと笑うんよ。はい、はって笑うしで、ビシッてこの体勢で、いつ崩れるんだろうと思って、3時間以上この体勢で、ビシッてやり通したのを見て、あの集団、なんやろかって思って、で、横におる香取さんに聞こうと思ったら、香取さんは寝とった。
今でも覚えてる。河原真由美先生が出てきて、おおみたいな感じになって、はい、しばらく経って、チラッて横見てる瞬間に、俺、今でも覚えてる。香取さんは携帯握りしめながら、こうやって撮ったよ。あ、なんかメモってんだなと思って、やっぱさすがだなって思いながらも、なんか途中から、ん?って思って、なんかずっと動かないから、パッて横見てみたら、携帯でメモってる言葉が、なんか、バナホって書いてあったんだ。俺、あれ?と思って、真由美先生の講演の時間の中で一言もバナホなんて単語出てきてないのに、何なんだろうと思って、パッて見たら、完全に寝ぼけて手が触れながら、わけのない文字が出てるっていう。ありますね、そういうパターン。で、これはいかんと思ったと。でも、いやって思っとったけど、その後、会場がめっちゃ感動のシーンで静まり返ってる中で、香取さんがいびきかけ始めた。って低い音として、さすがにこれでどうしようと思って、ちょっとつついたよね。あ、起きました。そしたら、なんか、寝てないよみたいな感じで普通やとったけど、間違いなくあれは寝てました。はい。真由美先生の講演中にね、香取さんはね、寝てましたけども、その時も、ビシッてそれをやり続けた高校生の集団が誰だったのかっていうことを聞いた時に、はい、福井商業高校の、チアダンス部の子たち。これ誰、なんかわかる?これが。チアダンっていう映画があったの知っと。チアダンっていう、広瀬すずさんとか出てて。はい。チアダンっていう映画があって、ジェッツ。あの子たちが、あの子たちがモデルになったの。その子たちが。いたの。もうびっくりして、なるほどなと思って、あれはね、先生が厳しいからっていうのもあると思う、でも。はい。でも、先生は厳しくても、強制はないと思う。そうですね。あの子たちの自覚でやってるの。それに感動した。話を聞いてる立ち姿に。だから、言ってしまったら、強制で何かが怖いっていう恐れを敷いてるもので、あれはできんのよ、絶対に。あの子たちが、ああすることこそが、かっこいい、もしくは、正しいことだって思ってやれてる自覚がないと、あれは絶対できないことだと思って、はい、もう感心して、50過ぎたおっさんはここで、あ、違う違う、寝てる。もう、10代の子たちがビシッてやってるのを見たときに、俺もう、あれに感動してって思ってたら、なんと、今回の福井で、その子たちの前で講演することが決まりました。あ、また別で。その子たちの前で僕が講演するってことで別でね、また。もうね、ワクワクするわ。何を伝えられるだろうかと思って。あの子たちの前で、まあね。まあそんな感じで僕もこのワクワクと。そんな子たちの前でジョニー・デップですとか言わないですよね。言う。あの子たちのね、表情を笑顔で、いつもの最近ぶっ壊しちゃうと最近ハマってる BTS の笑顔と愛で、いや今もうそのもしネタ出したらいけんけど、あ、そうです、そうですね、まあ、そんな感じで、はい、ちょっとやっていこうかなと思いますけども、まあはい、そんな感じで今日は告知でしたけどね、はい、本当に教育っていうものを通した上で強制っていうものはない。教育は教えられること、その教えられたことを守るか守らないのか自分たち次第。でもそれをちゃんと自分が自覚した上で守れてる、はい、その教育、それをやってる先生とまた会えることも、まあ俺はちょっと楽しみよね。ちょっとその子たちとまた、その子たちの前で話すできることも、福井の合宿で皆さんとお会いできることもちょっと楽しみにして、気合入れてまたやっていこうと思います。そんな感じです。はい。よろしいですか?ではいきます。はい。ではいきます。お願いします。気合入れていきます。月曜日です。いきます。せーの。おっしゃー!ということで今日も元気よく、いってらっしゃい。お気をつけて。